こんにちは。じゃあ、宅建士相原と申します。この動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します。さあ、大工と丸々第2回。さあ、今回、前回はゼッチ住宅、ゼロエネルギー住宅と聞きました。もう一つね、このゼッチ住宅と一緒によく聞く言葉っていうのがあって、これがスマート住宅、SMART。スマート住宅とか小さい家かって話になるんですけど、そういうわけじゃないんですよね。これって端的にこのスマート住宅ってのはどういう家のことなんですか。これは端的に言うと、うん、ゼッチ住宅にない電気を蓄える機能をつけた家なんですよ。ああ、なるほど。蓄電池をつける。蓄電池をつける。さあ、すみません。先に説明しちゃいました。大工、ベルホーム鈴木社長でございます。よろしくお願いします。大工さんの話、もういつも通りの会話だから、そのまんま名前も説明しないで言っちゃいましたけど、はい、そう、皆さんね、スマート住宅、全住宅、僕もよく知ってますけど、どっちが上かって話を僕らは思うわけ、単純な人間なんで。社長、じゃあということはゼッチ住宅が蓄電能力があるとこれがスマート住宅になる、ええ、要は、ゼッチ住宅の上位互換がスマート住宅って考え方でいいわけですよね。そうですね、はい、で僕なんかのイメージからすると、建売り住宅もさっき前回も言いましたけど、ゼッチの住宅って結構ある。蓄電池ってやつはよくテレビの CM、ナス電池なんてよく聞くけど、めっちゃ高いイメージがある、はい、じゃあ今昨今のスマート住宅ってのは電気何に貯めてるの。これ今昨今の蓄電池に貯めるか、うん、あと自動車 の電気自動車に電気を貯めるか、これです。これが要は最近電気自動車、テレビの CM、 家の住宅よく見ません？僕も社長にそれを教わってはーとなるんですけど、家で作った電気を要は車に貯めるんですよね。ええ、貯めるんです。で蓄電池代わりで車を使うってことなんですよね、でこれがやっぱり革新的な、この前今までのこのゼッチ住宅の流れからすると革新的な流れですよね。いや、すごい自分もはっきり言ってびっくりしました。そうだよね、要は結局家で作った電気って、特にまあ変な話だけど、前回のゼッチ住宅っていうのは言葉大変悪いけど、建売り住宅レベルでも導入されてるもんなんですよね、逆に言うと普通なんですよ。でむしろ普通すぎてメーカーがもうゼッチやめちゃうぐらいな時代なんで、今からすると。そうするとでも最大の問題って、日が照ってる時貯められないんですよね、電気がね。で夜になると発電しないので、うん、電気を買うようになっちゃうんです。そうなんです。でその部分で買って、じゃあ自力できないじゃないかというと、日常の時には電気がとりあえずいっぱい発電されてるんで売ってるんですね、うん、だからそこで行ってこいしてるだけなんですよね、結局は。そうなんですよ、行ってこいしてるだけなんですよ、だから結局その部分の帳尻的に合うということなんだけど、だから非常に難しい工法なんですよね、そうなんですよ。要は本当に日照が少なくなって発電量が落ちちゃうと、その計算が切り狂いやすっていうところもある、だからこそ僕はもうその第一次の10年ぐらい前にあった太陽光発電のブームって去ったんだなと思ってるんですよね、でそれがいよいよ貯められるとなる、要は、車が家にあればつながっておけば、昼間で貯めた電気はそこでずっと貯めるわけです、はい、で夜はその電気自動車に貯めた電気を使って生活する、はい、そういうこと。あれってなんか聞くとこよると、メーカー名出してもいいんだよね、別に、ね、日産のある電気自動車だと、3日分ぐらい貯められるって、そんな貯められるの、あれ3日分貯められる。だ電気自動車でも、なんていうの、バッテリーの容量がでかいやつはもっと貯められる。あ、もっと大きい容量のやつが、もう自然に売られていて、それに貯めれば、もうもっと持つ。はあ、でしかも、さくらなんか20キロだから、うん、リーフとか40とか。あ、そうか、さくらというのは軽自動車モデルなんですよね、リーフは 5ナンバーサイズ、そうするとバッテリーが大きくなる、貯められる、はい、そうするとやっぱりそういう部分では、
家の電気は余計安心、災害の時も安心、はあ、だこれはやっぱ革新的ですよね。すごいです。あの電気をね使えば使うほどあのいろんな分が取られるじゃないですか。取られる、要はあの通常に我々が生活している分というのは東京電力さんだったり関西電力さんとか北海道電力さん、いわゆる電力会社に電力代って払いますよね、当然そのアンペア数にしてもそう、あと何かその新しいことをすると社長した部分に関してはやっぱりじゃあ部屋使ってパソコン子供さんがなんて、それだけでも電気代かかる、でもスマートハウスだったらスマートハウスだったら電気代は発生しないし、もう基本的にもう電気代はあの自分の家が作ってるんで、あのコストゼロなんですよね、当然その、その機械を導入する費用はあるとしても、基本的にはコストゼロなんですよね、で加えて言うとガソリン代もゼロになる、はい、そうです。だから電気代とガソリン代が出る、これがスマート住宅の最大のメリットですよね。そうです。あのそもそも論聞いて僕もいろいろアッパカッパーなんで、なんでこれスマートっていうの、これスマートっていうのはその要はあの蓄電池と、その太陽光とかを、コントロールするヘムスって機械があるね。ヘムス、辺野古っていうのはなんか沖縄で言ってヘムスヘムスってそういうマシンがあるんだ。ヘムスもう分かんない、なんでそんなヘムス、ヘムス、はあ、これまた略なんでしょうね、なんかのね。それがもうコンピューターでコントロールするわけ。あ、なるほど。この電気で発電しました、何しましたってことに関してのそういうのを全部コントロールする機械でヘムスっていうのがある、なるほど、だからいちいち蓄電池に充電するとか、あ、もうボタン変えたい、何したりしなくても全自動でそれやってくれるわけで、もうそう、僕らの世代は全自動ぐらい言わないと洗濯機と同じでもヘムって言われてもわからないから、全自動でやるわけで、その太陽光発電からその、じゃあこっちは食べましょう、こっちは使いましょうみたいな、そういうコントロールする機械、それがあるわけね。もう天気予報もコンピューターが調べて、その日の天気発電、ウェザーニュースみたいなことするのこれ、要するにその日の天気を見て、この機械が、あ、これ曇り、今日じゃないけど曇りそうだなと思ったら発電量減るなと、それ計算してまたそれ、いろいろ計算してその電気のコントロールするってことなんだ、頭いいやつじゃないですかこいつ。電気を買わさせてくれないんですよ。あ、買わさせてくれないの、この機械のおかげで、もう東電殺しですね、はっきり言ってこんなのあるとへえ。だそれだとそれは揉めるよね。バイデン動向に関して、電力各社と揉めているって話を聞いたときに、なんかこんなの聞くとそうなるよなと思うよね、だって売らせないし買わせない機会があるってことでしょ、要は東電使わなくてもやれるよって機会があるってことでしょ、本当に東電からすると敵だよね。そうだって東電困っちゃいますよ。そうだよね、商売上がったりになるもんね、はあ、だからそうなっちゃうと今度電気代もどうなるかなとかあるじゃん。あ、今度はじゃあそこまで嫌がらせするならこの野郎と、じゃあ電気代の買い取りの金額下げるぞバカ野郎みたいなこともありかねないよね。でもね、まあ、露骨な嫌がらせじゃないけどね、まあ、あり得る話だよね、でも電力逼迫してるわけだからそんなことも言ってらんねえなと思うんだけどね。だって昼間の電気って余っちゃってるんですよ。普通に薄曇りみたいな、僕なんかやっぱりちょっとそのよくわからない薄曇りみたいな天気晴れみたいなあるじゃないですか、ピーカンじゃない、あのぐらいでも発電はできるものなの。できますよ。できる、そのぐらいの天気でも発電しましたって言ったら1日分の電気ぐらいをもう十分賄えるし、下手すり余っちゃうぐらいの。余っちゃうんですよ。じゃあやっぱり売るんだ。あの余っちゃったやつは売る。ああ、そうか、で余ったものは車に貯める、車さらに余っちゃう部分ってあるわけ。あ、それでも余るんだ、天気がずっと、まあ今年の夏みたいなあんな暑いとね、そうするともやっぱ売るんだ、まあでもそれはまあ利益になるよと、じゃあ下手すれば本当に今年の夏みたいなあんなにピーカンが、まあちょっと水不足で大変かもしれないけど、バーッとあんなにいい天気ずっと続いちゃったら、むしろ売電でお金も儲かっちゃう可能性もあるわけだ。そうですよ、儲かっちゃう。ただ、売るよりも使った方単価のが高いから、なるほど、もうすでに、なるほど、
すでに東電さん自体がもう単価下げちゃってるから、もう使っちゃった方が得は得だから、だからもう、どうせ使うんだったらガソリン代わりに電気車に、電気車だってもう古いね、車暖気じゃないんだけど、電気自動車に全部入れちゃうか、家で使っちゃった方が得だよってことなんだね。だから、あの、まあ、使わないと損しちゃうから遠く行ったっていうわけじゃん。ああ、なるほど、ね。もう今、その電気自動車も、ずいぶん1回の充電ですごいいけるみたいだもんね。だ 1キロワットで6キロ走るんですよ。あーはー。だから、20キロの柵だと120キロ。20×6 で120キロ。もう120キロぐらいだったら、十分こちらから小田原あたりだと、都内も行けるぐらいの距離感ですもんね。はあ、あのものすごいあの貧乏くさいこと言いますけど、ガソリン代と比べたら安いんですかね、うん、同じぐらいなのかね、電気自動車って、うん、あの安いみたい、安いの若干同じか安いぐらいなんだね、若干安い、まあ、そうそう、当然買う場合に関しても今電気自動車は補助金等もあるから、うん、そういう部分ではすごく面白い時代になってきてるよね、でこれはいずれまた社長とはそのスマート住宅と賃貸物件って話、これはあのいろいろ見物のところは実はあるんで、こんな話もしていきたいなとは思ってます。なるほど。じゃあ絶地住宅に蓄電機能のあるものが、大きくざっくり噛み砕いて言うと、はい、う絶地住宅に蓄電機能があったやつがスマート住宅、はい、だからやっぱり上位互換だよってことだけ皆さん覚えていただければと思いますね。はい、こんな感じでございます。ぜひね、鈴木社長、大工に聞きたいってことあったら、ぜひ下のコメント欄で寄せてください、はい、ツイッターとかもやってます、何でも答えるでしょ、はい、はい、もう確約取りましたね、何でも答えるってますね、お気軽にお伝えさせていただければと思います。はい、宅建士相原でございました。バイバーイ。